い、ミリム、レン、聞いたか。ガギ笑っとけ。笑ってる暇っちゃうぞ。いや、泣いてるね。泣いてるんだ。みんな聞いてくれ。ゴゴブラ、ゴブラ、こうか。ゴブラ、こうか。ゴブラコンからボイスメッセージを預かっております。今からみんなで聞きましょう。いやいや笑ったんげ。泣いてるね。それではボイスメッセージを流してください。小生セイワノノメラナワハコアザナオショウケラと申します。小生セイワノノメラナワハコアザナオショウケラと申します。布団が吹っ飛んだ。このコオロギおいしい、ヤミーヤミー、またいっぱい食べたいな。うんちうんち大好きだよ。うんち大好きだよ。ああ、なんだてめえぶっ殺すぞこら。うんち、ああ、なんだてめえぶっ殺すぞこら。この国を変えよ変えよ思て命かけて。ヤーシュ君こんばんは。諸生は諸事情があって今後もう活動ができそうにはありません。マジ？アコエカプロジェクトを作ったきっかけっていうのがね、あられちゃんに最初にゲーム実況やろうって誘われたのが全ての始まりだったんだけど、気づけばもう9年か。長いな。おかげでいろんな思い出できたし、すごい楽しかったんだけど、でももうこういう配信活動もできそうになくて、だからせめてもの思い出として小生の名言をいくつか用意させてもらったよ。だからみんな、この小生の名言使って小生がいなくなった後も小生がいるものとして活動してくれると嬉しいな。うんち、よろしく頼むよ。じゃあさよなら。シーユーレーターアリゲーター、またね。バイバイ。大好きだよ。うんち。大好きだよ。あー、なんだよ。うんち。シーユーレーターアリゲーター、またね。バイバイ。このコオロギ、こいしょうが、大好きだよ。あー、またいっぱい食べたい。大好きだよ。脳が破壊されそうだ。やめて。またいっぱい食べたいな。もうやめてあげて。もうやめて。もうみりんちゃんのライフはもうゼロよ。きっと、ゴーラー交互死に耐えられなくて、私が、幻聴聞こえてるもんね。もうアコがいなくなるはずがでかいもんね。アコ、アコ、ミリンエーペックスしようぜ。え？アコユカのみんな、このグループを頼む。諸星は天国で見てるからね。